レオポルド一世は、初代ベルギー国王。1817年が、シャーロット王女とレオポルド公子1790年12月16日、コーブルクのエーレンブルク城で、ザクセンコーブルクイコールザールフェルト公フランツフリードリヒの三男として生まれた。母は、アウグステ・ロイス・ツー・エーベルスドルフ。母アウグステは、子供たちを、 各国の王族に目合わせることに成功し、コーブルク家の勢力を拡大した。1795年、5歳の時に、ロシアのこのエ軍、イズマイロフスキー連隊の大佐となり、それから7年後には少々になった。この時、祖国作戦コーブルク公国は、フランス軍の占領下にあった。1806年に、パリへ行った。ナポレオン一世と会った時、 自分の副官になるつもりはないかと持ちかけられたが、レオポルトはこの申し出を断った。その後、レオポルトは兄たちに続きナポレオン戦争に加わることになった。1815年に陸軍元帥になった。この年、ロシア皇帝アレクサンドル一世の親友として皇帝と共にロンドンを訪れた。この時摂政を退し、 ジョージの一人娘シャーロット王女に見染められ、翌1816年5月2日に二人は結婚した。シャーロット王女は、ジョージ4世及び弟たちの唯一の着出子であり、英国王位の推定相続人であった。ジョージとヒキャロラインの船かぶりは政治闘争にも使われるほどだった。同年、レオポルドは、ジョージ摂政王大使から、 ガーター勲章を授与された。しかしシャーロットは1817年12月5日に息子を死産した後、間もなく公居した。レオポルトはその後もイギリスに泊まり、国から毎年5万ポンドの年金を給付されて、しばらくは数々の趣味に没頭していた。1830年にオスマン帝国から独立したギリシャから国王即妖の打診をされたが、 これを断った。1831年、フスタフ・アッペルスが、ベルギー国王への即位式1815年の、ウィーン会議の結果、定地諸国はネーデルラント連合王国に再編され、オラニエコー・ウィレム6世が、ウィレム1世として国王に衰退された。オランダはベルギーに相当する南ネーデルラントを手に、入れ、五大国にとっては、フランスとの干渉地帯となった。 ウィレム一世は、オランダ語を重視する政策を取ったため、フランス語を母語とする南部ワロン地域の人々や、フランス語に慣れた北部フランデレン地域の上流階級の人々から強い反発を受けた。特に、当時は、南部の方が経済及び人口が北部より優位であった。1830年のフランス7月革命の影響を受け、不満が一気に噴出し、 同年8月の暴動に橋を発し、10月には、ベルギー臨時政府が独立を宣伝する。ウィレム一世は、母が、プロイセン王女、ウィルヘルミナ、嫁は、ロシア大皇女、アンナ・パブロブナだったため、両国に助力を求めた。ウィレム一世と、臨時政府主犯のシャルル・ロジェの要請により、中立的な英国の仲介により、ロンドン会議が開催され、 その結果ベルギーの独立が承認された。当時は君主国が一般的であり、ベルギー国をお誰にするかが問題となった。ベルギー国民会議はヌムール公ルイ王子を希望したが、英国の強い反対により承認されなかった。英国首相、グレー伯爵は、レオポルドと長年の友人であったため、グレーが英国にゆかりがあり、かつ、 ドイツ系のレオポルドを国王に強く押した。1831年6月、会議はレオポルドを国王に推挙し、国民議会もそれを受け入れた。同年7月21日に、ブリュッセルの王宮で、初代ベルギー国王に即位した。そもそも、レオポルドは、シャーロット王女との結婚や、1819年生まれの、ビクトリア王女のおじでもあることから、 英国に近しかった。そのため、ウィレム一世の反発は強く10日戦争が勃発し、レオポルド一世が英仏への救援を求めて、乱軍を撤退させた。1856年、ミケーズ・ド・ケーゼルが新国家である、ベルギー憲法は、君主制のオランダ、共和制のフランスの影響を強く受けており、国王の権力が制限されていた。 レオポルド一世は憲法に制約した者の,の不満を持っており、非公式の組閣担当者を任命し、議会での調整や国王への報告を経て、議会の承認を受けて、正式に就任される形式を取らせ、政治に介入した。レオポルド一世は自由主義に対する反動だけでなく、国民の共和性精神を尊重しようとし、大国の狭間で国内の統一を保ち、 ベルギーの独立を保とうとしていた。組閣担当者を任命する慣例は、現代にも続いている。1832年8月9日、フランス国王、ルイ・フィリップの娘ルイーズ・マリーと再婚した。大国間の干渉地として、婚姻を通じても、英夫夫を各国とバランスを取る必要があった。建国当初のベルギーはフランス語を公用語として採用した。 1833年に常備軍のマニュアルがフランス語で作成されたが、国王個人がフランス語を理解できない部下への寛容等を求める文章を付け加えている。1834年には北部のヘールでオランダ語教育の重要性を解き、その後オランダ語文学の復興をも支援した。1836年、 兄ザクセンコブルクゴータコーエルンスと一世一家のロンドン訪問に際し、兄の次男アルブレヒト公子を姉の娘ビクトリア王女に対面させると、ビクトリアは美男で教養のあるアルブレヒトを見染めた。この後、1837年にビクトリアは女王に即位し、最終的には彼女の意志で1839年にアルブレヒト公子と結婚した。こうした経緯から、 レオポルドは若き女王夫妻の良き相談役でもあった。1839年にセンピフタンや領土はオランダ側に情報する形で決着し、ベルギーの独立が正式にオランダからも承認され、衛星中立が名実ともに成立した。レオポルド一世は周辺各国の情勢を踏まえ、北部フランデレン地域の独立を抑えながら中立に徹し、 ベルギーの独立を保っていた1830年代には、ワロンとフランデレンを結ぶ、鉄道網を整備し、多言語国家を作ろうとしていた。1865年が、レオポルド一世の宝御母、アウグステの手腕を受け継ぎ、自らを、老快な外交官と称した。1848年、ヒルイーズ・マリーの父、ルイ・フィリップ国王が退位したため、 フランスとの隕石関係を諦め、ハプスブルク家との関係強化を図ろうとした。レオポルド王太子には、オーストリア大公女マリア・ヘンリエッテを目合わせたが、レオポルドは愛称を同居させるようになり、結婚生活の破綻は明らかだった。そこで、長女マリリシャルロットを、オーストリア大公マクシミリアンと結婚させようとした。 息子たちとの不仲もあって、レオポルド一世はシャルロットを溺愛しており、ヨーロッパ一美しいプリンセスと評するほど、盲目的であった。シャルロットの縁談相手には、ポルトガル国王ペドロ五世や、ザクセンの王帝ゲオルクもいたが、レオポルド一世の希望に合わなかった。1855年、ベルギーを訪問した、マクシミリアン大公を、 レオポルド一世夫子は艦隊し、またマクシミリアンも、シャルロットとの縁組に同意した。翌1856年12月、ベルギーを再訪したマクシミリアンとの交渉では、レオポルド一世は溺愛する、マナ娘のために、多額の持参金を認めた。二人は、1857年に、ブリュッセルで挙式した。1861年、アメリカ合衆国で、 南北戦争が勃発した際、フランス帝国によるメキシコ出兵が行われ、英西が相次いで撤退する中、普通皇帝ナポレオン三世はマクシミリアン大公をメキシコ皇帝の位につけようとした。マクシミリアンはイタリアでの権益を失い、秘密裏に州トレオポルドを一世に対して財産保全を交渉するとしていたため、兄。 フランツ・ヨーゼフ一世ミカドとの関係が悪化する中、皇帝即位を受諾する。シャルロットは狂気した。レオポルド一世は、マクシミリアンに対し普通英二世の一致した支援を求めるよう助言した。1865年12月10日に、ブリュッセルで崩御した。この知らせは、翌1866年1月6日に、メキシコ皇帝夫妻のもとに届くが、 自分娘シャルロット皇后よりも、後ろ盾を失ったことに対するマクシミリアン帝の、衝撃の方が大きかった。即位した、レオポルド2世はメキシコから手を引き、1867年に、孤立無援となったマクシミリアンは銃殺され、シャルロットも発狂した。一方、レオポルドがジョージ4世から受けたガーター勲章は、本来ならば、 放御と共に、栄養室に返納すべきであるが、放御直後の1866年1月中旬には、引き続き、レオポルド2世に授与されることが決まり、両国、両王室の緊密さを象徴した。フリーメイソンだった。1850年頃、が、レオポルド1世、一家1875年頃、撮影、アルカディとアルテュール母子即位前に、最初の妻、 シャーロット・オーガスタ王女との間に一男を設けたが、死産し、シャーロットも間もなく死去した。即位後に二人目の妻ルイーズ・マリー王妃との間に、以下の三男一女を設けた。この他に、愛人アルカディ・クラレットとの間にも、ジョルジュ・フレデリック・フォン・エピング・ホーベン男爵とアルテュール・フォン・エピング・ホーベン男爵を設けた。ありがとうございます。